皆さんこんにちは。皆さん待望のエキシビションマッチ、京都サンガ FC 対ヴィッセル神戸。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。それとね、チャンスエリアへ持っていくまでのね、その辺の動きにも注目していきたいですよね。そうですね、神戸として最初からプレッシャーをかけてくると思いますよ。なるほど。選手が入場します。ここから見てる感じですが、内山、彼の調子が非常にいいという情報が入っています。カビアさん。はい、ガバディさん。その選手の情報ですけど、コンディションが非常に良さそうですね。開始前の練習もかなり気合が入ってましたよ。はい、ありがとうございます。本日ピッチリポーターはフローランガバディさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。手嶋、ディフェンダーとしてプレーします。さあ、まもなく試合が始まります。いいマークですよ。バット危ないプレー、フリーキックになります。ここはディフェンスされました。左へ回す、ボッキー、右サイドから、さあ競っていく。京都、なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが。そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。一人で上がる、競り合います。西野、ここで待っている。後ろからのマーク、右へ出した。キムナミ、前に送る。古賀、カットします。中山、柳沢、おっとタックル、右に回して、長すぎました。大久保、激しいマークを見せます。ここで激しい、さあヴィッセル、今日初めてのコーナーキック。でもいい試合してますよ。はい、中を狙ってくる、危ないところでした。さあカウンター、果敢に奪いに行きます。カビアさん。はい、アウェー側ですけど、もっと左右のスペースを使っていくよう指示が出ていました。なるほど、ピッチ上の臨場感をお伝えしていただいています。左にはたいた、チェックに行く、これはファールを取られました。佐藤、ここで主審に呼ばれています。佐藤、主審から注意を受けています。この位置から蹴るのは古賀、
中にいる選手が少ないぞ。まだコースを探しています。中の動き素晴らしいですね。競り合った。大久保中央にいる。ヴィッセルクロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、あと少しだけね対応早ければよかったんでしょうけどね。ここで前半終了のホイッスルです。さて北澤さん、前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点いかがでしょう。そうですね、一瞬これはっていうところもありましたけどもね、後半に行きたいです、はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦を終わりまして点差はありません。両チーム無得点のまま折り返しています。後半戦始まります。栗原、ロッティ中盤の選手です。栗原、長いボールだ。スペースを狙う。そして河本、さあこっからだ。さあファールはありません。さっきの接触でしょうね。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。チジクレイ、これ危ないですよ。イエス、ゴール京都、先制のゴールを挙げました。柳沢やってくれました。試合の流れが変わりました。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、いいシュートだったと思いますよ。ここはうまく決めてきました。画面ではリプレイをご覧いただいています。北澤さん、しかしこの先制弾いかがでしょう。さあヴィッセル先制点を許しました。そうですね、まあある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね。ちょっとよろしいでしょうか。はい、どうぞ。アウェー側ですけど1脇でアップしている選手がいますね。なるほど、今レポートがありました。交代が見られるようです。ヴィッセルスペースを潰します。また奪った。西野、パウリーニ、右に出して平島、さあ右から上がっていきます。後ろへ預けた。激しいチェックが続きます。本当に奪った。西野中央にいるぞ。あっと入りません。さあクロスを合わせてきました。はい、あと少し待って打てる体勢を取っていればよかったんでしょうけどね。両チームともにここでメンバー交代するようです。出ていく選手ですけど見ていてハーブオンボールも落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。もっとヘッドで競り合う。まもなく後半の30分が経過します。さあ固まっている。これはファールの判定。ここはでも面白い位置でしたね。おっとこれは流れた。ヴィッセル現在1点差を追っています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、そうですね、そんな流れになってますね。タイミングが合わない。ここはよく守りました。チャンスを迎えている。来たか。いやーでもね、また今みたいな形を作れれば必ずチャンスきますよ。はい、いいボールでした。さあ追加点になるか。
後ろからチェック。さあ一人で上がっていきます。林、当たり場、林、二人でのチェック。渡辺、後ろからのマーク、当たり場、そして今笛が鳴りました。試合終了、京都1点差で勝利、逃げ切りました。しかし北澤さん、後半になってからようやく試合が動きましたね。そうですね、前半はお互いに探り合ってたように思いますね。京都としては、まあ、最後までディフェンスにも集中できたところが勝ちにつながったんじゃないでしょうかね。そうですね。さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半39分、西の頭で綺麗に合わせる場面がありました。そうですね、得点には至らなかったんですけど、ペナルティエリア付近から出たラストパスなんかは絶妙でしたよ。あそこがポイントでしょうね。それからさっきまで画面に出ていたシーンですが、後半11分、柳沢、先制となるゴールを奪いました。そうなんですよね、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さあさらに試合終了後のデータですが、京都シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。本日の試合は1対0、京都勝利をものにしています。解説は北澤豪さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。